ちは。こんにちは。よし。よし。はい。カミスイングを作り上げた努力。努力。どうやって何？毎日スイングしてたの？まあ昔はしてましたよ。マジで？やってましたよ。小1から中3まで野球は続けてたじゃないですか。でもさ、はい、その時、はい、男の子に興味なかった？ありました。全然好きな子とかもいました。いた、はい、だからなんか小学校の時だからやってた。いや関係ない、それは関係ない、それは関係ない、それは関係ない。同じチームにはいなかったんですけど、隣の地区の野球チームのキャプテン好きでした。そう、はい、私でもさ、まあ、寮母だって、お前何言ってる？付き合ってたの？付き合ってはないです。なんで寮母だったっていうことがある？はい、同じ小学校だったんです。なんていう子なの？え？なんていう人？名前ですか？うん、コウタくんです。コウタくん、今度コウタくん呼んでみる？コウタくんダメです。もう結婚してから言われる。いや、違う、アミちゃんがいない時に呼ぶ。なんで？逆に私は呼んでください。ああ、そう、はい、コウタくん、コウタくん。でもその毎日スイングしてたっていうのはどのぐらい毎日してたの？はい、まあ朝練もありましたし、週2で朝練があって土日やって、それでなんか同じマンションに野球やってる子が多かったんで、一緒にティーバッティングやったりとか、週5ではやってました。それさ、女の子は何人いたの？その小学校の時は各学年に1人ずつはいたんですけど、中学に入ってその地域の同い年の野球やってた子で、私以外に2人いて、3人で入ったんですよ、シニアチームに。なんですけど、公式だろ？公式です、シニアなんで。で、入って練習していくうちに、2人がソフトボールも一緒にやって並行してやってたんで、全然来れなくなっちゃって、で、中1の後半にはもう2人とも辞めてしまって、1人だけの1人だけになりました。でもさ、はい、やりながら女性の体になっていくわけじゃない、はいはい、嫌じゃなかった？まあ嫌な時はありましたね。まあそれより足が遅くなるんで、遅くなってるイメージはないんですけど、回りが速くなるんで、うーわみたいな、こいつに勝ってたのにもう抜かせないぞ。いや、ちょっと待って、はい、あのちゃん速いの？足、足遅いです。でも 遅くはないです。あのちょうどいいぐらい。ちょうどいいってわけわかんないんだけど、ちょうど早くもなく遅すぎもせず、いや、それがちょうどいいとは言わない、ね、で、リレーの選手ぐらいです。じゃあまあそこそこ、まあ、そこそこ走れたん で、うん、で勝ってたのに負けちゃうってことが起きちゃったんですよ、うん、遠くに私なんか投げれたのに、あれみたいな、いつの間にかこの子の方が早く投げれるんだ、なんか遠くに投げれるんだとか、球とかもやっぱり周りの方が早くなってくるんですよね。でも着替えとかどうしてたの？あ、でも着替えとかは結構あの技術があったんで行けました。いやいや、そこら辺で着替えて、そこで着替えてました。技術があったんですよ、そういうなんか見せないみたいな。いや、見えてるな。いや、見えてない。本当、実演してもいいですけど、見えない。ちょっと実演してほしいぐらい。今はしないです。今はしないいや、でも本当に見えないんですよ。あれは本当得意です。いや、実演してくれたらかなり回ると思うでも本当に、あの結構あの野球女子あるあるで、これこの着替え方みんなするよっていう。体操着とか着替えのも上手かったですね。お、そう、いかに人に見せないように着替えるか。そういうのあるの？そう、だからそういうのはありましたね。孤独でした。トイレとかも一人で自転車こいで遠くまで行って。そうだよね、みんなその草むらでするんですけど、私はできないので、なりま、まあスイングはそういう振って頑張ったっていうのはありますね。それだけなの？やっぱセンスなんだよ。センスはなかったですね。センスはないです。いや、なくてあのスイングはできない。いやー、でもセンスはないです。やっぱり周りの方が上手かったですし。いや、でもあのスイングを持って試合とかでも試合出たんでしょ？出ました。それで打った？まだ率2割ぐらいですかね。マジで？そんなに打ってないと思うね。じゃあ右打ちとかさ、はいはい、いろいろサインがあったわけでしょ、シニアぐらいだったら。ありました。それできた？まあなんとなくセンスある。でも、盗塁のサインとか一切出なかったです。いや、それは分かる。盗塁のセンサーもゼロだったんですよ、もう豊さんのやつ。いやいや、スライディングできた？しました、してました。ヘッドスライディングはしてました。マジでしてたの？してましたよ。ちょっと今度一回見せてくんない？いや、もうで怖くてできないですよ、今。なんで？潔癖症だしな。はい、潔癖症だ。汚いみたいな。もう思うちゃったな。
そのもう野球モードになったら大丈夫なんですけど、あれ全然ホームベースヘッドで帰ったり、検定差が出たら入って、で、意地悪なピッチャーがいるんですよ、女だと思って、めちゃくちゃヘッドスライディングさせるみたいな。あのいや、ヘッドスライディングさせるのは、させようと思ってできないでしょ。でも、あの牽制させてくれる。ああ、牽制はな。だから、それが、その当時のあの人は嫌いです。どの人？まあ、知らないですけど、名前も知らない人なんです。コウタ君は？コウタ君は、あの、違います。コウタ君ピッチャーじゃないんで。鈴木誠也もいたんだよね。鈴木誠也さんはまた違う地区のセニア、違う地区、違うチームだったんですけど、まあ、いらっしゃいましたね。強かったの、そのシニアは。私のチームは弱かったです。もう弱小です。でも公式って怖くなかった？怖くなかったですね。むしろ公式の方が楽しかったです。弾みすぎるじゃないですか、軟式って。ポジションはピッチャーだけ？ピッチャーとファーストやってました。でかいもんな。はい。あと小回り効かないいやいや、ちょっと待って、今73ぐらい。73です。で、73に到達したのは何歳の？高2ぐらいかな。あ、でも中学の時までしかやってないのか。そうです、中学の時はもう170ぐらいありました。みんな小さかったみたいな。小さかったです。で、小6で168やったんですよ。なので、なんかそんなに伸びてないです。でも、チームメイトからあのじゃあ好きな人いるのとか言って聞かれなかった。そういうのじゃないんですよね、もう本当に。やっぱ違うんだ。違うです、もう男扱い。男ですね。もうむしろちょっと仲悪いぐらいの気が強かった。いや、気はめっちゃ弱いんですよ。だからこそみんなが何でも言ってくる。そうだ、キャッチボールする相手も探すのが精一杯だったんですよ。後輩の、あ、この子余るだろうなって子に声かけて、キャッチボールしようって言ってキャッチボール相手探してたんです。同級生にはしてくれる人がいなかったです。いや、だから大変、本当に大変でした。辛かったですね。その辛さは今に生きてることってある？ありますね。結構ね、なんか負けず嫌いなのもそうですし、あとは何だろう、結構どんな逆境にも耐えられるっていう。耐えられる、はい、結構悪口も言われたりしてたんですけど、なんかデカブツとか時計とか、もうすぐ本当にもう男以下の扱いをされてたんで、だから大丈夫ですね。何言われてもへこたれなくなりました。それが今になって生きてる。生きてますね。じゃあこれからさ、うん、まあ、いずれ結婚すると思うけど、はい、子供には何やらしたい？子供に、まあ、男の子だったら、うん、まあ、ギターとかですかね。なんだお前。そこ鉄板野球でしょお前。野球で私が培ったものをね、子供にもう教育として受けさせたいとか、そういうのはないの？ギター？ギター、でもいろんな役に教養をつけたいですね。音楽にしてもスポーツにしても幅広く、野球だけっていうのに。いや、でもスポーツってすごくこう純粋で、はい、努力も、はい、まあ他のものも努力はするだろうけど、うん、なんか純粋さがあるじゃない、そこには。だからそういう、なんでギターって一発で出るの？ギター、やっぱりなんかギター自分が弾きたいんじゃないの？まあ弾いてみたいですね、気持ちはあります。じゃあ女の子だった？女の子だったらピアノとか、なんか自分がやりたくてもできなかったものですね。私もピアノとかバレエとか習いたかったんですけど、野球。いや、でも自分が好きで野球やってたんだろ？そうです、そうです。最終的にはそうなんですけど、最初はバレエとかピアノとかそういうのをやりたかったんです、女の子だし。なんですけど、なんか流れに乗って野球やってしまって、もう小3の時は野球が大好きだったんで、もう2年間はもう遊びでやって、3年生から本気でやってっていう。俺は小さい頃ピアノやってたから。それ、いや本当に生きてます？全然生きてない。いや、でもリズム感っていうのは、はい、すごくスポーツって大事なのが分かるでしょ。だからそれは生きてるかも。いろいろ、あ、でも息子が高校球児になってくれて応援したいっていう気持ちはあります、少しだけ。ちょっと習うんだ。ギター弾かすんだって。でもまあまあまあ、その子のやりたいものやらせます。なるほど。何でもいいです、もう伸び伸びとやってこい、何でもしてこい、もう素直に育てばいいんです。心配です。